なんか面白いね、これね。うん、なんかこれ面白い。そう、こんなやつね。あれもゴムだからね。すごくいい。うん。で、行きましょうか。誰誰？誰かいかない。持って。で、そうだよね。これこれこうやってさ、こうやりゃ、あれでしょ？縮むんでしょ？あ、そこが縮むんだ。そこはちょっと、なかなか。そう、そう10分になる。これ使わなければ10分だ。はい、じゃあこれが300円。300円、はい、例えば300円、いい、これ300円で、はい、じゃあもう行っちゃう、300円で、ありがとうございます。じゃあ、このフレームいきますか。なんだっけな、まあ写真とかね、絵とかね、そういうの好きなものをね、こんな感じで、画面にかけられます。こちらです、こちらです。これも買ったらいくらぐらいするんだろう。1個1000円近くするんじゃないのかな。割といいやつだからね、しっかりしたやつだからね。はい、じゃあこれが2つで200円、1個100円で2つで200円、300円、はい、ありがとう、300円。はい、これから夏の旅行に、夏の旅行にこのバッグ、スーツケース。逃げるたびにゴミが片付いたりしてね。行きましょうか、このスーツケース。ポーチもついてて、これ肩掛けのこれもついてる。はい、じゃあこのスーツケースが300円、このスーツケースが300円、ボロボロの持ってる人、これ300円、500円、はい、500円、ありがとう。600円、600円、あ、いいや、700円ね、はい、700円。あ、このやついっちゃうの？これ見ただけでもかっこいいでしょ？ねえ。昨日は？昨日は？昨日。油圧で上がり下がります。はい、油圧で上がり下がります。はい。この機能ね。はい。それから、油圧で上下でこのハイバックチェア。レザーのね、これは見た感じだけでもいいよ。はい、じゃあこれが2000円。はい、このハイバックチェア2000円。ほぼ新品だよね。はい、2000円。もうちょっとくんねえかなー。これちょっと2000円厳しいんだよ。一応2000円つったんだけどさ、ちょっと厳しいんだよな、本当は。もうちょっとくんない？2500円。あ、ただ2500円だけど、いますか、それ以上。それ以上で買ってくれる方、いますか？まあ、もういっちゃうじゃん。もう2500円でいいや、ちょっと厳しいんだけど。機能的にはね、機能的にはその こっちのチェアとほぼ同じ、うん、ほぼあの同じね、機能的にはね、うん、ただ見た目がね、まあこんな感じね、見た目はこんな感じね。はい、じゃあこれでは300円、300円、500円、はい、700円、はい、700円、はい、ありがとうございます。700円、じゃあ、ボーダーの方ですね。こちらを置いておきます。
はい、じゃあこれいきましょう。小物いきましょうか。ハンドクラ、ハンカチだね。ハンカチに、これもうセットでいっちゃおうか。これ、ハンカチね。それから、クレーンのタオルが2枚。はい、ありがとう。花瓶いきましょう。はい、花瓶。大丈夫な花瓶だね。はい、いきましょう。はい、じゃあこれも100円。持ってって。OK。はい、100円ありがとう。はい、ちょっと和風な感じのかな。じゃあ、こういったね、これも花瓶ですね。これ何で入れてもいいんだよね、紙に。これもインターネットで放送してんの。はい、入れてもいいんだよね。はい、じゃあこれも100円。これが急に来ちゃって、何も見てんの。これなんかもうちょっと良さそうな気がしますよね。100円でちょっとって感じが。え？骨董品か。よし、じゃあいきましょう。はい、じゃあこれ200円。500円。これやっぱそうだね。分かる人っているんだ。